血をくれてやる。さようなら、生きていた。そしてようこそ、生きていないお客さん。さあ、一緒に楽しみましょう。ここは鏡の国、永遠に年を取らない楽園ですもの。もう時間のウサギに追われることもありませんわ。こちらにいらっしゃいな。温かいパンと紅茶、ずっと眠っていられるカプセル、それととびきりの愛をごちそうしてあげる。あなたは羊、この庭園を守る羊よ。名前は、そうね、ドリーというのはどうかしら。それではごきげんよう、紳士淑女の皆様方。次のことはまどろみの後に行いましょう。雪原を行くのは初めて？ならお気をつけなさい。いつまでも現実を引きずっていると天狼に追いつかれてしまうわよ。凍りついた白鳥の湖、燃え尽きた壇上のジゼル、夢から覚めなくなったナッツクラッカー、どれも素敵でしょ。あなたには覚めない悪夢を見せてあげる。ようこそ楽園の入り口へ。歓迎しますわお客様。どうぞ出口のない箱庭をお楽しみくださいね。汚らしい現実のシミは落としてあげたわ。ここからは何の汚れもない夢の国、無菌のシャーレに閉じ込めてずっとその寝顔を楽しませてもらいます。おしゃべりの自分は嫌い？まあ確かに静かな方が淑女らしいけど、あなたの場合は口すぎよ。少しは見どころがあるじゃない。理想の紳士にはほど遠いけど、覚えておいてあげてもいいわ。優しいだけでは紳士とは呼べないわ。せっかく素養があるのだから、もっと自分を誇るべきね。まあそのあたりがレンの気に入るところなんでしょうけど。倒しても倒しても出てくるのね、あなたたちは。夢を支配する私が悪夢に脅かされるなんて、笑い話もいいところだわ。ごちそうさま。あなたが飲み続けた情報は私が行儀よく残さずに楽しませていただきましたわ。飼い猫に手を噛まれた気分はどう？余計な忠告でしょうけど、最近のあなたは遊び心が過ぎるんじゃなくて？琥珀、次の湯あみはバラを浮かべてちょうだい。それと湯上がりの極上のショートケーキも忘れずにね。まさに血の霊場ね。普段のあなたより本能に従っている今のあなたの方が愛らしいわ。